気をつけて。あ、気をつけて。暑いよ。暑いよ。暑い。いや、暑いね。うわ。火消えちゃったけど、ギリギリ焼けたから、もう食べよっか。うん、食べよう。食べよう食べよう、焼き鳥。ちょっとハエが来た。ハエぞ、こいつ。このハエ、ハエぞ。わかるわかる。親父ギャグ。親父ギャグ。こいつハエ。こいつ。面白い。捕まえられない、こいつハエぞ。よいしょ。じゃあ、いただきます。いただきます。焼き鳥どう？あ、美味しい。本当？うん、うん、うん。うん、うん、本当だ。美味しいね。香ばしいよね。香ばしい？うん。あ、この焼けた匂いがいい、うん、いい匂いっていう。香ばしい。やばしい。うん、初めて聞いた。あ、本当に。じゃあステーキは？ステーキ、オーストラリアのステーキ。オージービーフの。オージービーフ。うん。日本にもさ、うん、結構オーストラリアのものあるよね。例えば？例えばこのオージービーフとか。オージービーフとか、そう。食べ物だと、ティムタムとかさ、うん、スーパーに普通に売ってるし、うん、そうだね、うん、なんか、うん、日本に住んでる、住んでるけど、けど、うん、普通にオーストラリアの商品買えるなんて、うん、嬉しい。ああ、懐かしいかもとか。やっぱり、うん、ロイはさ、いつから日本に住んでるんだっけ。いつから？いつから、いつからだっけ。あの2019からね。あ、2019年か。うん。だから3年くらい？ 3 年くらい。3年間。そうだね。どう？日本の生活、もう慣れた？慣れたかも。ほんと？うん。まあいいね。でもなんか俺、うん、なんか日本の会社で働いてないから、あ、結構楽だよね、生活って。あ、オーストラリアの会社？まあ一応日本の会社だけど、うん、社長はオーストラリア人から、なんか、なるほどね、そうだね、結構楽。うん。じゃあ仕事の時は、うん、英語？そうだね。え、じゃあ意外と日本に住んでるけど、うん、日本語話す機会はあんまりないんだ。なんかシェアハウス以外、うん、あんまりないんだ。へえ。うん。あ、そうなんだ。でもシェアハウスの人とは日本語で話すんだ。そうそうそう、うん、ほとんど日本語だから、うん、なんかこんなに話せるようになったの、なんかシェアハウスの友達のおかげで。あ、うん、いいね、いいね。うん。なんかロイが日本で生活してて難しいなって思うことなんかある？でも生活ってどうだろう。知らないところにいて、うん、日本語を話さないといけない状況はたまに難しい。あ、ま、そうなんだ。うん。例えばこのキャンプ場のおばあさんあーね、あの管理人の、そう、おばさん。その時は結構難しいけど、うん、まあ生活は普通に楽しいよ。あ、本当に、うん、あ、いいね。え、でも日本語話す時に、うん、え、まだ緊張するの？あ、そう、緊張するよ。そう。なんか、コンビニに行っても、もう、はいはい、もう3年経ったけど、はい、緊張する。あ、そう。うん。店員さんと話すときに。なんか、この間、すき家にいて、あの、うん、店員さんは、なんか、10代の男の子。なんか、うん、彼は、なんだろうね、なんか、外国人にあんまり合わないから、うん、なんか、うおー、やば。来たーって感じ。ちゃんと話してくれなかったから、うん、なんか日本語、なんか、うん、そう、だからそういう経験があるから、なるほどね、いつも緊張するね。あ、へー、うん、どう、なんか、ケンは英語の、英語を話すとき、うん、同じ感じかな。英語を話すときは
日常会話だったら別に緊張しないけど、ていうかもう結構仲良くなってしまったら別に緊張しない、うんうん、今日の朝ここに来るまで車の中でちょっと英語話してたけど、うん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 、全然僕は緊張しなかった。あ、それはいいよね。それ、うん、でもやっぱり初対面の人と話すときはめっちゃ緊張する。うーん、わかる。緊張するというか相手は僕のことを知らないし、うんうん、どれぐらい英語を話せるかも知らないと思うのね、うんうんうん、僕もその人が何を話してくるかまずは知らないからこう何も準備ができないっていうか、うん、だから初めて会う人との会話は難しいかなって。なるほど。思う。日本かオーストラリアか、うん、結局どっちが好き？どっちが好きって、うん、いやそれは難しい。多分今、うん、日本の方が好き。あ、そうなんだ。多分ね、なんか自分の国ってさ、はい、ちょっとつまらなくなるよね。本当に？なんか文化とか言語とか、うん、あ、多分それは新鮮さがないからかな。なんか新鮮ってフレッシュってこと？なんか新しいことがあんまりないみたいな、うん、そうだよね。なるほどね。だから毎日何かあの新鮮、うん、ことも出てくるから、うん、海外の生活の方が楽しい。あ、それはわかる。わかるよね。で僕オーストラリアに行った時も、うん、え、何これ毎日、うん、え、この食事何、うん、今なんて言った、英語でなんて言ったみたいな。そうそう、毎日だよ、うん、なんか、ね、もうちゃんと生きてるって感じ。ね、ね、いいよね。なんか例えば、うん、あのそういう経験とか、うん、何がオーストラリアに行った時、オーストラリアに行った時、そうね、やっぱりまず英語にびっくりしたし、うん、挨拶すら聞き取れなかったから、あ、なんか How are you っていう、うん、I'm good だと思ったら、Hey great mate あの How's going は知ってたけど、ほうほう、How are you going みたいな、あ、Hey you going か、Yeah yeah yeah、何今のみたいな、ちょっと違うみたいな英語はやっぱりそう、おーおーって、おー、これがネイティブの英語かみたいな。なんか一回でもあのグレイって言ってみた、グレイって言ってみた、おお、グレイ、どうだった、なんか相手はどういうリアクションしたの？グレイ、グレイ、メイ、あ、な、really？ そう、うまくいったってこと？うまくいった、うまくいった、おお、その場所の言語が話せると、うん、なんか友達もできるし、うんうん、いろいろな経験もできるし、うんうん、うん、だから、オーストラリア行ってよかったなって思うよ。うん、なんかもう一回行きたいの？もう一回行きたい。おお、絶対。ほうほう。まあ、いつか。ロイがオーストラリアにいるときに会いに行きたい。いいね。で、バーベキューしたい。バーベキューだね。オーストラリア来るの。オーストラリア。いやー。実は僕ね、オーストラリアに1年間住んでたけど、うん、バーベキュー、しなかったんだよ。しなかった？なんで？わかんない。え？わかんない。え？いやー、やった方がいいよ。ね。オーストラリアのバーベキュー。そうそう。まあステーキとソーセージとか。うん。あとリソー、リソーってわかる？リソー。リソーは何それ？リソーはなんかハンバーグ的な、あのお肉のやつ。ああ。うん、いいね。リソー。あ、いいね。おすすめ。うん、ね、いいね。作ればいいじゃん。いや、違うんだよ。作ればいいんだけど。うん。でも、そこに行って、だよね、そこに住んでる人たちと、そう。現地のものを食べたい。そうそう。なんか、そっちの方が雰囲気がいいし。だよね。ちょっとさ。だよね。かな。なんか、オーストラリアの公園、うん、なんて言うんだ、共有バーベキューがあるんだ。共有、共有、あ、そのみんなで使える、みんなで使える、あ、見た見た、お、あ、それは見た、おお、バーベキューの、あれ、何、一度市役所からのお知らせです。お知らせありがとうございます。中川では流れが速く
マジ？深くなっている場所があります。うん、はい。また天候によっては急に水かさが増すことがありますので、はい。川に入る際は注意してください。はい。はい。繰り返します。わかってる。さすが。市役所からのお知らせです。もう一回かな。もう一回よね。なんかさ、さっきあの健康によってって言ったじゃん。あ、天候？天候？ああ、健康と思ったけど、天ね。天候。天候。空の天気によって。あの天気の天候って。気候の候。何？気候？The climate の気候の候。天候。なるほど。なんだっけ、バーベキューの話してたね。あ、バーベキューの話。オーストラリアでたくさんいい思い出ができたし、まあ、またねオーストラリア行きたいなって